ました面白豆知識クイズ関西検定リポーターの露野まる子です。さあ今日はですね、私ねこの大阪のとある港に来てるんですけれども、まあ、今年開港150周年を迎えたこちらの港、これが今日のクイズ第1問です。こちらの港は何という港でしょうか。今年開港150周年を迎えたこちらの港、ここは一体どこでしょうか。さあ皆さん分かりましたでしょうか。正解はじゃじゃん、大阪港です。ということで今回はこの大阪港から様々なクイズを出してみたいと思います。では行きましょう。面白豆知識クイズ関西検定。開港150周年を迎えた大阪港、ここは関西でも有数のベイエリアとして数多くの人が訪れます。天保山のシンボルとしてそびえ立つ大観覧車、入り口にはレゴランドのキリンがお出迎え、そして訪れた人をさまざまな角度からもてなしてくれる天保山マーケットプレイス、子供から大人まで幅広い世代で楽しむことができる海遊館など見どころがいっぱいなんです。はい、一緒にこの大阪港を歩いていただきますのが NPO 法人天保山観光協会理事長の田本義弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。ね、理事長やって聞いてたんで、はい、私なんかすごいおじいちゃん出てくるのかなと思ってたんですけど3代目なんですよ。あ、3代目理事長。大概3代目ぐらいでなんか、あ、そんなことないですよね4年、あ、違いますね。あの4年前からね、はいはい、あのゆっくりゆっくりやってるんですけどね。そうですか。ただね、まるちゃんね、はい、あのなかなかね、大阪市内の人もね、知らないね、結構名物たくさんあるんですよ。あ、そうですか。日本一低い山とか、はい、でミュージアムとか、はい、それからシーガルってね、大きなホテルもあるし、それからもちろん海遊館があるんですね、はいはい、なんでね、今日は非常に楽しみにしておりますので、はい、よろしくお願いします。最初に訪れたのが天保山公園。この公園内にあるとあるポイントにやってきました。田本さん、ここは何ですの。はい、ここは、はい、天保山の山頂なんですよ。え、あ、ここが山頂なんですか。ここが山頂なんです。ほな私今知らんうちに登ってきたということですね。てっぺんになかなか足が速い。ありがとうございます、はい、ちなみにこれは何なんですか。これはね、あの山頂の目印なんです、はい。あ、じゃあ本当にここがもうてっぺんなんですね。そうなんです、はい、この上乗ってもいいですか。どうぞどうぞ。ちょっと乗らせていただいて、はい、これね、でも港区の人ってあんまり乗った人いないんですよ、はい、あ、そうですか。なんか乗ったら悪いことあるとか、はい、構わないと思います。大丈夫です。どうぞ。あ、大丈夫、はい、どうぞ。いや、もう一回乗ったで大丈夫ですここでクイズです。三角点のある日本一低い山のキャッチフレーズで有名な天保山ですが、その高さは何メートルでしょうか。これ難しいですね。そうですね、はい、何メートル何十何センチまでできれば答えていただきたいですね。ですね、はい、三角点のある山の中で日本一低い山という天保山、その高さは一体何メートルでしょうか。正解は 4.53 メートルです。 4.53 メートルというと人間3人分ぐらいですか。ですね。ねえ、ああ、これはどういったゆえんでこの高さの山になったんでしょうか。これはね、もともとは天保2年に、はい、あのこの辺りがまだ海だったこと、あ、はいはいはい、アジアの方からずっとですね、あの土砂とか流れてきた時に、うん、あのひょこっとできたんですけど、はい、それではここで第2のクイズです。現在は 4.53 メートルのこの天保山ですが江戸時代に完成した頃の高さはおよそ何メートルあったでしょうか。1番2メートル、2番20メートル、3番200メートル。さあ皆さん考えてくださいね。現在は高さが 4.53 メートルの天保山、この山が完成した江戸時代とは高さが異なります。
一体どれでしょうか。正解は20メートルです。田本さん、はい、なんでこの天保山ね20メートルから 4.53 メートルに低くなってしまったんですか。これ長いね、はい、あの年月の中で、地盤沈下したんですけど、地盤沈下で低くなった、水をねすくってすくって、はい、でまあまあ気がつけば4メートルになっちゃった、うん、うわーう、ね、そうですか、はい、そんな歴史があったとは、はい、まあ、他に何かこの天保山のね遊園なんか教えていただけたら嬉しいんですけど。そうですね、ここね結構桜の名所なんですよ。あぐるっと見えたらこれ桜ばっかりでしょ、なんでねお花見のシーズンはねものすごい賑わうんですよ、はい、はい、いいですよね。で昔江戸時代もね、はい、そんな風にしてねみんなあのお弁当持ってきて、うんうん、ワイワイ騒いでたっていうのもね、はい、書かれてます。へ、はい、でもすごいねいい環境ですしね、はい、今日なんかめっちゃ暑いですけどね、さっきからあの涼しい風が ね、 ですよね、通ってて、はい、マルコさん、はい、こちらをおどうぞ。これ何ですか。山頂の登頂証明書です、はい、こんなのいただきました。いやこれ嬉しいですね。本日あなたは数ある名山の中より日本一低い天保山を選び登頂されましたのでその証を送ります。でまたねこの後ろもね案内がありますし、さっきからね私めっちゃこれが気になってたんですよ。このキャラね何ですのこれ。これね天保くんって言うんですよ。天保くん、はい、我々天保山観光協会が、はい、はいはいはい、ママ作ったオリジナルキャラです。そうですか。いや、はい、そのね天保くんがねここに入っててあちょっと嬉しいなと思いまして。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、頂戴いたします。いただきました。いやこれね他にも欲しい方いっぱいおられるかと思うんですけれども、はい、どこでもらえるんですか。これねあの天保山商店街に、はいはい、あの加盟しているお店だったら、はい、どちらでもあえくださいどこってきたよって言っていただいたらあ自己申告でこれがもらえると。そうですね、はい、だそうですよ。皆さんぜひ集めてください。山頂まで行きましたと報告するともらえる登頂証明書は天保山商店会に加盟するお店ならどこでももらえます。突然ですがここでクイズです。江戸時代天保山はとある生き物をモチーフにして作られました。その生き物とは次のうちどれでしょうか。皆さんわかりますか。正解は亀なんです。中国の伝説に登場する亀をモチーフにして作られたそうです。来ました。天気もいいですしね。はい、そうですね。気持ちいいですね。はい。まあ、私は割と高いところがちょっとあんまり好きではないので、そうですね、緊張してますけれども。はい。からちょっと。そうですね。はあ、気持ちいいな。こんな綺麗ですね。ねえ、はあ、何回か乗ってはるんですよね。それがね、はい、今日初めてなんですよ。今日初めてなんですか。理事長ですよ。なかなか。あ、でもあれか、あの名物のお土産をその土地の人は食べたことがないみたいな感じちゃいます。ずっとここに住んではったら。ですよ。ねえ。へえ、結構綺麗ですよ。いや、ほんまですよ、夕日はね。これから毎日乗ってもいいぐらいです。いやいやいや、それ乗りすぎでしょ。いやー、ちょっと待って、ちょっと待って。なんか傾いてません、大丈夫ですか、これ。大丈夫な範囲ですんで、初めて乗っといて、その時にパッと言わんとってくださいよ。Welcome to 大阪。って書いてますね。すみません、まだ もう精神的に余裕がないんで。これをここまでに登らないと、ああいうの書いてるの分かんないですよ。あ、そうですよね。俳優感も、まあまあちっちゃくなりましたね。なんか若干ね、なんか揺れますよね、当たり前ですね。ちょ、何してるんですか、ちょっと。ちょっと注意してくださいよ。いや、めっちゃ手汗かいてきたんですけど。ネタでなんですよ、ね、いやいや、本当に今めっちゃ手汗かいてて、なんかちょっとね、次乗る人に失礼やなと思って、すんませんと思って。ねえ、いいな。こう、カップルでね、こんなんに乗ったらこう、キャッキャキャッキャ言って盛り上がるんでしょうね。でしょうね。そうそう、そういうためにあるんですよ。今、間もなく頂上ですので、クイズです。こちらの大観覧車、夜はイルミネーションであるものを教えてくれるんです。それは次のうちどれでしょう。ということで、1番今日のニュース、2番これ何の音なんですか。大丈夫ですか。異常を知らせる音ではないですね。はい、すいません。2番明日の天気、3番、観覧
車の混雑状況メニューですね、混雑状況、はい、今日はやめとこうか、あ、そう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 、あ、もうみんな考えてください、はいはいはい、もうすぐ、あ、もうすぐてっぺんですこれ、はいはいはい、いや本当にちょっとすみませんね、なんか、いや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 、大観覧車のイルミネーションであるものを教えてくれます。それは次のうちどれでしょうか。それでは正解です。正解は明日の天気を教えてくれるでした。あ、そうなんですね、便利ですね、はい、はい、スマホ見なくていいしね、あ、ほんまですよね、はい、パッとこう見て、こちらの大観覧車は LED 照明のイルミネーションで明日のお天気をイラストで教えてくれるんです。結構可愛らしいですね。天気のいい時は ねあの六甲さんが見えたり、あ、今日淡路島見えてますよ、はい、あ、お前見えてます見えてます、すごい絶景スポットですね、あ、でこちら生駒さんも見えてますしね、はい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 、カメラハルカスですね、あ、すごい、もう大阪を一望ですね、はい、いや私もちょっと下りになって余裕が出てきました。大阪の街並みが一望でき、昼の景色も、また大阪湾に沈む綺麗な夕日も、さらに夜景も楽しむことができますよ。いやー綺麗ですね。みんなもキラキラですね。突然ですがクイズです。ここ大阪港は平成7年にデンマークのコペンハーゲン港との文化交流の印としてデンマークからあるもののレプリカが送られました。ある物語で人気のキャラクターですが一体何でしょうか。正解はマーメイド像でした。皆さん知ってましたか。え、でもなんかこれほんまにマーメイドなんですか。なんか足2本ありますやん。綺麗でしょ足。いや綺麗ですよ。あのこれはね彫刻家の方が、はい、あまりにもね、はい、そのモデルさんの足が綺麗ということで、はい、もうそのまま足を描かれたというね。そんなことあるんですね、はい、あでもねちょっとこうね魚っぽくもなってますけれども、はい、ねおひれみたいなのがついてて、へえ。でもね合いますねこのね港とマーメイド像。大阪港開港150周年を記念して少し離れた場所から移設されてきたんですよ。これがあの有名なサンタマリア号なんですね、はい、ですね、はい、ちょっとわかっこいい。かっこいいでしょ、ねえ、はあ、これねでも実際のね、はい、倍ぐらいの大きさなんですよ。あ、そうですか、はい、実際これよりちっちゃいんですか。これがね半分ぐらいなんですよ。へー、はい、すごいなんかおもちゃみたいです ね普通こういうレプリカとか、はい、まあ、ちっちゃくないんだけど、そうそうそう2倍になってるんですよね。へー、すごいかっこいいな。これ、ね、ディナーもできたんですよ。あ、そうですか、はい、この中で。そうです。へー素敵。乗られたことはまだない。いや、ないんですよ。これでね、なんかディナーとかあったら素敵ですよね。これね、ぐるっとね、はい、夕日を見ながらですね、一周して、はい、美味しい食事ができたりするんです。あ、そんなんあるんですか。はい、うわ結構ね、予約を入れないと、なかなか入れないですよ。でもこのね、そのクルーズのディナーに乗ってね、はい、なんかプロポーズとかしたらうまくいきそうですよね。いいですね。波に乗るでしょうね。はあ、いやいいなぁ。あ、波だけに。あ、そうそう、遅い遅い。そのためになるほどなるほど、はい、それではここでクイズです。この遊覧船サンタマリア号はとある歴史上の人物が乗った船をモチーフにしています。あ、これ難しい。さあ、それは一体誰でしょうか。サンタマリアはとある歴史上の人物が乗った船をモチーフにして作られています。その人物とは誰でしょうか。正解はコロンブスなんですね。そうですよ、はい、大阪湾をおよそ45分かけてクルーズするサンタマリア。おすすめは週末に運航している大阪湾に沈む夕日を眺めることができるトワイライトクルーズなんです。
ちなみに理事長、はいはい、乗られたことはもちろんないです。ないんですか。期待裏切らないですね、この理事長ね。ありがとうございます。いやいやいや、ほなさっきね、なんかディナーでも知ったような口でこう喋ってはりましたけど、それは観光協会の仕事です、はい、そうですか。でも本当にね、大阪港海遊館もあり、ホテルもあり、ね、レゴランドもありでいいです ね。これなんですか。これクイズにした方がいいんじゃないですか。あ、ほんまですわ、間違いないと、はい、それではここでクイズです。どこかで見たことあるなというあの赤いマーク、実は大阪市の市章にもなっているんです。では問題です。このマークの名前は何というでしょうか。考えてみてください。大阪市の市章にもなっているこのマーク、実は大阪港にとても縁が深いんです。このマークの名前は何でしょうか。正解は、はい、三尾尽しという名前なんですね。まあ、これはですね、海の深さを表すために、まあ、ちょっと分かるように、まあ、ざっくりな目印と思っていただいたらいいでしょう。これがね、大阪市の市章になってるっていうのはなかなかおしゃれなものですね。ですね、はい。天保山近くの筑後米穀店さんへやってきました。やってきましたね、はい、ついにね。ここついにおすすめのお店なんですか、はい、おすすめのお店ですね。またなんで。これね、実は私の家業なんですよ。家業、実家なんです。実家、はい、あ、言われてみたらあそこに保つって書いてある。あ、ありますね。ほな、何ですかこの番組。田本さんに出てもらって、田本さんの実家に来て何かを紹介する忖度番組ですよこれ。忖度番組。忖度まんじゅう今度また買ってお持ちしますよ、はい、忖度まんじゅうね、一回食べてみたいんで、そんなんはいいとして、はい、じゃあ、早速行きましょうか、はい、ではここでクイズです、はい、こちらの筑後米穀店さんで売られている天保山の名前がついたちょっと意外な人気商品は何でしょうか、はい、1番天保山カレー。あ、米屋だけにね。そうそう、はい、ありえますよね、はい、2番天保山ピザ、そして3番が天保山ビールです。くぅ、今日もね、暑いロケでしたから。そうですね、個人的には3番がいいかなと思ってます、はい、こちらの筑後米穀店さんで売られている天保山の名前がついたちょっと意外な人気商品はどれでしょうか。正解は天保山ビールなんですね。そうですよ、はあ、いやーなんか楽しみになってきましたね、もうだいぶ喉ブルブルしてるでしょ。いやいやいや、今日暑かったですからね、大阪湾に沈む夕日をラベルにしたちょっとおしゃれな天保山ビール、お土産にも喜ばれそうですね。これですか、もしかして。これなんですよ。へー、なんかおしゃれなデザインですね。あの、今日ずっと回ってきたですね、はい、あの天保山のこの地図をちょっと。あー、天保山の形に。天保山で海遊館みたいな感じですね。へー、あ、いいですね、はい、一日の思い出にね、はい、ここ行ったな、ここ行ったなと思いながら、はい、お米屋さんでなぜこのビールを作ろうと思ったんですか。それはね、はい、あのやっぱりね、お米屋って残念ながら社用産業なんでね、でやっぱりこのエリアで、はい、先ほどの天保山の観光の話もそうですけど、なんかシンボリック的な、ね、あ、ものをどうしても作りたいと。もう観光協会の理事長としてこの天保山を盛り上げたいという気持ちで作らはったということですか、はい、ね。で、実はですね、はいはいはい、この背中に隠れてるですね、この青い、え、実はこのすっきりキリキリの、わ、あれ大阪港ビールが同じようなデザインの。デザインはね、これ飲みたいですね、早く。そうですね、まだ飲めないですか。かなり自慢の一品ですか、はい、まるちゃんね、はい、もっとね、はい、この喉のカラカラがね、はい、もっと美味しくね、飲める場所がありますんで、今から案内します、はい、よろしくお願いします、はい。いやー、綺麗な夕日ですね。綺麗ですね、今日はね、なんかいろいろ天保山見て回って、でこの夕日を見て、なんかもう胸いっぱいですね。ここはね、はい、中央取ってって言うんですよ。はい、はい、なんかこう豪華客船のキャビンみたいな感じで。あ、ほいほいほい、いいでしょ。ああ、いい感じですね。さっきもね、カップルがちらほらいたりね、しましたけれども。それではここでクイズです。中央取っての先端、大阪港で最も夕
夕日が美しいと言われ多くのカメラマンが集まるこのスポット、実はここ、この美しい夕日をとある宝石になぞらえてホニャララポイントというのだそうです。さあ何ポイントというのでしょうか、考えてみましょう。大阪港で最も夕日が美しい中央突堤をある宝石になぞらえ〇〇ポイントと呼んでいます。何ポイントでしょうか。正解はダイヤモンドポイントです。いやダイヤモンドポイントというだけあって綺麗ですよ ね本当にキラキラ、キラキラね輝いてますよね。今日ははいまるこさん、はい、一日お疲れ様です。お、ありがとうございます、はい、あここでこれいただくのはいいですね、はい、天保山ビール、はいはい、私がね大阪港ビール、はいですね、はい、じゃあいただきます。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、いただきます。うん、はあ、うまい。五臓六腑に染み渡りますわ。これ美味しいですね。ね、コクがあって、はい、いいですね。はい、いただきます。素敵な夕日でしたね、はい、いや今日はですね、いや私もね普段ちょこちょここの天保山来ることはあったんですけれど、まだまだ知らない魅力がいっぱいあったんだなと、ね、ちょくちょく来てくださいね。ありがとうございます、はい、もう大変勉強になりました。ありがとうございます。どうもありがとうございました、はい、もう一回乾杯。ありがとうございます。たまには都会の喧騒を離れ大阪湾に沈む夕日を眺めながらのんびりとした時間を過ごすのもいいですね。今回のクイズのおさらいです。皆さんは何問分かりましたか？次回もお楽しみに。